2018年6月11日7時5分、会社は学校じゃねえんだよ。レギュラーの松岡広大、宇野美佐子、三浦翔平、早乙女太一、写真左から、C、アベマ TV アベマ TV。開局2周年を記念したオリジナル連続ドラマ、会社は学校じゃねえんだよ、が、6月9日に最終話を迎え、第1話から最終話までの総視聴数が1000万を突破したことが分かった。同作は、三浦翔平演じる主人公、哲平が、渋谷のギャル男から弁、チャー企業を立ち上げ、奮闘するリベンジサクセスストーリー。主人公たちは毎話、会社は学校じゃねえんだよ、と決め台詞を吐きながら、立ちはだかる壁、信じていた人からの裏切りなどを乗り越えて前に進んできた。4月21日に第1話が放送されると、視聴者からの反響コメントが SNS などに多数投稿され、若者たちから共感の声や三浦の会社は学校じゃねえんだよと立ち向かっていくスカッと感、ストーリーの面白さなど様々な声が上がった。また、第1話の放送に続き最終回となる第8話も Twitter のトレンドにランクインしたほか、サテレビジョンが SNS や独自調査をポイント化し、今熱い番組からテレビの流行に迫る新指標、視聴熱では、地上波ドラマに混じって4位に入った。